はい、こんにちは、イレイ君です。ということでして、今日はですね、重要依頼が激うまな件について話していきたいと思います。まず重要依頼はレベル60になるとマップに重要なクエストが何個か出るんですよね。それを全部クリアすると、この赤い目立つ、重要依頼っていうのが出てきます。はい、ここネブラなんですが、はい、ここ A の1なんですよね。 A の2のケゲアにももう一個似たようなこの赤いのがあります。で、こちらの方がケゲアの方が難しくなっております。で、このケゲアのクエストに挑戦するにはネブラの最後のクエストをクリアしないといけないので、まずはネブラから重要依頼やっていくことになります。はい、これがネブラの重要依頼の内部です。中はさらにいろんなクエストがあるって感じですね。で、一番左からクエストは消化していきます。はい、で、交換ショップというのがあるんですよね。で、こちらでは見てください、特急昇進賞とかチップとか皆さん欲しいでしょう。こういうものが、交換できます。右上の更新で石を割ってショップの商品を変更することもできます。ここのクエストなんですが、試練の鍵を使って参加することになります。毎週、5つ配られます。そしてここで優勝クリスタルで一応4つ変えることもできます。プラスで4つ変えます。はい、で、これだと無課金の方は増やせないんですが、はい、ショップですね。はい、ショップの、パックですね。はい、パックの習慣のところの一番右に試練の鍵が、300クリスタルで3個入ったのが1つ売ってますので、これをね絶対に買ってください。これやだよ、僕買う、これ買うの嫌だもんっていう人はね、見つけ次第怒りますよ。もう怒られたくない人はもう絶対に、買ってください。これは僕を信じて大事なものなので、忘れずに買いましょう。はい、そして左下なんですが、挑戦回数というものがあります。はい、これなんですが、挑戦回数がだんだん増えていきますと、成功してクリアねしていきますと、どんどんドロップ率が上がっていくというシステムですね。そして10回成功するとボスの挑戦回数が1回追加されるということなんですが、僕ね今ね9回成功してるんですよね。はい、で、これ10回ちょっと行ってみましょうか。はい、それではこの生存戦略行ってみましょうか。はい、敵の戦力は、8万ぐらいですね。はい、これね、ここのステージはちょっと、攻略法があるんですが、また、動画を出しておきますので、ちょっとその攻略法でクリアしたい方はそちらを見てください。今回はね普通に、ガチってね戦ってみましょう。この重要依頼を、何ステージかやったんですが、趣味利の回復はね、ここら辺からちょっとかなり大事になってきますね。持ってない方多分結構おられると思うんですけども、かなりね敵の戦力が上がってきますので、このステージは、なくても大丈夫なんですけども、もうかなり敵が強いステージとかあるんですよね。ですので、これね、ファイナルギアの、ね、一番大事な問題なんですよね、このシュミリ問題。シュミリは、この後どうなるのか、20日のね、20日までですかね、ガチャ。それ終わった後、普通の確率だと 1% もないですよね、多分ガチャの方。また、タイシアのガチャの時にピックアップに、入れるのか、すぐには落とさないけど、また工場ガチャの方に落とすのか、そのどちらかぐらいしか対策ないと思うんですけども、はい、ここはですね、普通にねこうやって戦ったらちょっと時間かかってますけども、まあ普通にね、勝つことはできます。はい、こ
こういう感じで、報酬的にはですね、ちょっと見ましょうか。はい、こういう感じで、さっきの効果のコインは70ですね。他にもいろいろもらえます。はい、これで、左下の挑戦回数が10回になりましたよ。ボスの挑戦回数が1回追加されますということなんですが、エイダ号これですかね。ちょっとこれじゃあ鍵がないので、ちょっと鍵をちょっと購入しましょうか。はい、でこちらですかね。エイダ号じゃないです。ここでもないですよね。ボスの挑戦回数が1回追加。ボスはエイダ号じゃないんですかね。ここのステージはネブラはちょっとわからないですね。もしわかる方いたら、このボスの挑戦回数が1回追加されるっていうのがちょっとわかる方いたらコメントでよろしくお願いします。はい、それではケゲアの重要依頼も見ていきましょうか。はい、似たようなこういう感じになってます。交換ショップもあって、いろいろな報酬と交換ができます。ケゲアは右側からクエストをすることになっております。それではちょっと行ってみましょうか。ここはい、皆さん見てください。40万敵の戦力、皆さん40万行ってます？僕行ってません。ちょっと行ってみましょう。僕今15万ぐらいでした。はい、敵は40万ですよ。はい、もう硬いですね。もう見るからに硬い。はい、結構粘ってみたんですが全く勝てませんでしたね。ケギアの方は、かなり強くなってから行くことになるのではないかと思われます。はい、そしてチャレンジというものがあります。これですね。はい、でこれはですね、簡単に言いますと、ランキングですね。タイムアタックですかね。タイムアタックで、ランキング形式で、他のプレイヤーと競い合うみたいな感じなんですかね。報酬もありますね。はい、報酬も一応あります。でこのチャレンジでちょっと注意してほしいことがあるんですが、ボスを倒した後にこういう感じでフリーズになってしまいました。で、またね、再起動して重要依頼に入ろうとしたんですが入れませんでした。で週が変わったらね、入れたんですよね。ですので一応、ちょっとね、ここら辺はご注意ください。まだレベル60になられてない方は、重要依頼とても報酬が多いので頑張って60になってここね、来てみてください。本日は動画ご視聴どうもありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録お願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。